筋肉ってね、外側にもついてるので、ここをね、しっかりね、刺激してあげるとかなり効果的で、私がわざわざ説明するっていうのはめちゃくちゃ痛い。で、悶絶整体 MAX2 に名前が変わった場所でもあります。外側抗筋アタック、ここ。ここ。いや、痛い。痛い。ここだ。これが腰痛によく効くところですか。いやでも痛いですね。痛いんです。ここ、ここだ。叫ぶほどじゃなかった。じゃあ悶絶整体三つの部でございます。あんまりねこの方もね反応が少なかったので、今からねまたね私の音声ガイダンスで、伝えていこうかなと思っております。ここね外側抗筋悶絶整体 MAX2 に変わった場所であるんですけども、この外側抗筋をしっかり緩めてあげるってことがやっぱりね腰痛にかなり効果的なんですね。まあ今までやってなかったお前が悪いだろうっていう話なんですけども、足の筋肉にはハムストリング、後ろ側の筋肉ですよね。内側の筋肉、内側抗筋、外側抗筋、大腿直筋っていう風に4つの方向の筋肉がついてるんですね。そこの4つの方向の筋肉をしっかり緩めてあげるとやっぱり効果的なんですね。そこをねしっかり緩めてあげるとお尻のね筋肉もねここね痛いはずなんですけども、そこまで痛くなくなってくるんですよね。でこの4つの筋肉をしっかり緩めてあげることによって何が効果的に変わってくるかといったら、後ろのね座骨神経とか何て言うんですかね、大体、お尻の筋肉大体大殿筋、中殿筋、梨状筋ですね、そこの筋肉がね全然緩みが変わってきます。なのでねそこをねしっかり緩めたいっていう方、今までだったらギャーって言ってたんですけど、この、ね、外側抗筋をしっかり緩めてあげることによって全然ね効果がね激変的に変わります。ですからこのねうちの動画見てね整体とかされてる方はねぜひやってあげてください。痛がられて嫌われますけれども、やってあげると効果的に緩んでくれますので、なかなか腰痛が取れないっていう方とかねおられましたらね、この外側もねしっかり緩めてあげてください。でこのやっぱり梨状筋もねしっかりと緩めてあげるとね効果的ですので、されてない方とかね、まあ自分でするっていう場合とかだったら、テニスボールとかゴルフボールとかを置いてもらって、そこをねしっかり緩めてあげるようにするとやっぱり違いますからね、ぜひぜひされてください。それでも取れない場合は、覚悟を決めて、悶絶整体三つの部まで来ていただくか、近くのねその痛めの整体とか行ってみてください。最近だったらねいろんなところもね痛い整体とかやられてますから、そちらに行ってみて、それでも足らなかったら奈良の悶絶整体三つの部まで来てください。もうコロナもね収まってきましたし、もういいんじゃないかなと思いますからね。でこれ今ねグリグリやってたでしょ、このグリグリやったらめちゃめちゃ痛いんですよね。めちゃめちゃ痛いんですけども、それが癖になるのが悶絶整体三つの部なんですね。もうねこのお尻を浮きに来る方とかでね、結構ねやっぱりマニアックな方が多い当店は。まあ毎週ね来られる方とかもおられるんですけれども、そういう方ってねやっぱ体をよく使われる仕事をされている方とか、まあストレスが半端なくかかる方とかっていうのはね、やっぱりねどうしてもねお尻足回りが硬くなってしまうことによって背中が硬くなったりとか、肩こりがきつくなってきたりとかするので、そういう方ってねやっぱりねこの辺をねしっかり緩めてあげた方が効果的ですね。でお尻はね肘で緩めた後に指でねこうやってね、気持ちよくなるまで、っていうかね冷凍庫の中に入っているお肉が生肉に戻っていくまで、もう押し続けていきますね。硬いお肉を、なんていうんですか肉叩きハンマーでゴンゴン叩いて柔らかくしていくみたいなね、そんなイメージでね悶絶整体やってますから、これをねしっかりやるとねやっぱり効果的。ああほらほら、また悶絶整体 MAX2 です。ここの外側抗筋をしっかり攻撃してあげることによって、攻撃とか言っちゃいましたね、攻撃してあげることによって腰痛がね劇的に変化します。ですからねやっぱりここもねしっかり本当に緩めてあげてください。自分でもねするんだったらね、足を伸ばしてね両方のね手根っていうんですか、手のひらで押さえてあげるだけでもかなり効果的です。
でこれを自分でゴルフボールとかを床に置いて押さえようと思うとかなりマニアックな効果になりますね。ですのでもし他されるとかだったら、何電気パルスとかを当てて、外側抗菌をしっかり、ね、緩めてあげるなんていうのも、ね、かなり効果的とか、あとはそうですね、銭湯とかで、電気風呂とかね当ててあげたりとか、あとジェットバスで当ててあげたりとか、そういうのでね、いろんな場所をね緩めてあげるとねかなり効果的に効いてくれますから、そこをねしっかり緩めてあげるのも一つの手かな。やっぱりね全身を温めてあげることで、温めてあげることによって人間の体って緩んでくれますから、そこがねそれだけでも全然変わってきます。最近はね私もね疲れがなかなか取れにくくって、マサト先生にやってもらったりするんですけど、誰だよこの痛い場所考えたのって言いながら受けてます。で痛い痛い痛いっつってね、痛いって言ってもそこをやっとかないとやっぱりね疲れが取れないので、この何梨状筋とか大臀筋とか外側抗筋とかね、その辺をねしっかり緩めてあげると効果的ですから、ね、しんどいと思われてる方はぜひねそれを受けられてみてください。でここねこれねグイグイやってるとねやっぱ痛めつけられてるとみんな痛がるんですけれどもね、痛そうな顔でもねこの人あんまり声上げないので、こうやって私のね喋りになってるんですけど、こう押さえてるだけでも痛そうなね動きされてますよね。痛そうな動きっていうのは本当に痛い。だから当店痛すぎるから1回目ね来られてね、2回目が痛すぎて来られないっていう方もいるんですけれども、2回目続けられた方っていうのは2回目以降ね病みつきになられてどんどん来られますね。でなんで来られるかって言ったら、1回されると効果が長続きします。で長続きってどれぐらいってなるんですけども、大体ね人によってね1回受けられた1ヶ月ぐらいはね結構すっきりするんですよね。でそれで2回3回で続けていかれると2ヶ月とか3ヶ月とかもっと楽になっていかれる方がおられます。でこれね今から横に向いてもらって何をするかって言ったら、お尻の筋肉の横側をね押さえていきます。ここもねかなり効果的ですから、ちょっとねしっかり緩めていきますよ。でこれは叫ばれるのかな、ちょっと音声を切ってみましょう。あ、でもこの痛さをいつも似たようなのを感じてました、股関節痛くなったら。ですよね、はい、ここなんですよ。これこれ右ばっかり痛かったんですけど、はい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 。ということはね、尻尾をここに貼ってあげると効果的なんですよ。そうなんですね。ですよね。はい、では反対側向きましょう。
いや、足先まで来ますね。ってことは、ここが悪くなると足先まで痛くなっちゃうんですよ。ご家族の方とか知り合いとかに、あの足先がしびれたらここに尻尾貼ってあげてっつってね。わかりました。テニスボール押さえてあげるとかね。よいしょ。